フリードリヒクーラウはドイツの作曲家。後にデンマークの首都コペンハーゲンに移住した。フルートの作品を数多く作曲し、同時代の作曲家ベートーベンに作風が似ていたため、フルートのベートーベンと呼ばれることもある。ピアノのためのソナチネは、ピアノ学習者により演奏される機会が多い。日本の楽譜出版社から出ている。 ソナチネアルバムでクーラウの曲は作品20の3曲と作品55からの3曲が採用される。オーパス20から1はソナチネアルバムの冒頭に収録された作品ということもあり、ピアノ学習者にはお耳に馴染みが深いがオーパス55から3はかなり長くなり、子供の演奏者にはかなりの集中力を要求する。実は作品55は ソナチネアルバムに収められたオーパス55から1、55から2、55から3だけではなく、後に55から4、55から5、55から6もあり、全部で6つのソナチネが入っている。その他にもクーラウのソナチネは作品 59, 作品 60, 作品88が残されている。ありがとうございます。